ではおはようございます。あ、ごまさん、くしゃみやばい、急に出てきた。あ、土曜日だ、土曜日だ、土曜日です。今日ナンバーちゃん、今日ナンバーちゃんならもうちょっと早くに入れてるかも。な、昼夜のナンバーちゃんってさ、当たったことないよな。全部一回公演今まで。今日ナンバー公演に行きます。楽しんでください。ナンバラちゃん、だから、ナンバラちゃんは昼と夜の分のアンコールの企画を考えて、昼と夜ずっと待機して出るってことやな。はいはいはい、何ですか何ですか。すごい。あ、耳、映った、耳映った。はいはいはい。かわいい。そうだ、今日の名前じゃ、多分知らんねんな、出演メンバーが。じゃあ、みも見てないから。いや、あ、ごめん。ずっとあのひれじゃない、膝の、ん、膝か、膝の足元か、足の上にある。かわいい。あ、バイバイ。あ、静電気来たな、ちょっとだけな。結構出たね、今ね、顔がね。あ、逃げる、カメラ抜けた、逃げちゃうね。今日のうちの猫ちゃんテンションがおかしくて朝から家中、もううちのごまめやん、うん、豆なんか常に走り回ってるよ。かわいいんです、この子、うちの子、うちの子たち可愛いんです。映ってくれへんねんけどね、全然。そうですね、明日はもうとうとうやってまいりました。明日はね、横浜のオンラインですね。オンラインじゃないですね、握手会ですね。最近昼髪に行こうと思ったけど、なみちゃんの配信があるので昼ぐらいに行きます。おお、楽しいね。なみちゃんは特にちょっとリハ期間ということで行く予定もなく。横浜でオンラインは謎。
いや大阪でいいやってなるな、うん、違いますね、はい、横浜で握手会ですね。何でオンラインって言ったやろ、普通に喋ってたらなんかオンラインって言っちゃった。ご飯まで来てオンライン死ぬやばい。そしたら握手会って初握手会よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみだね。でもマジで今日は絶対早寝します。捕まえようとしても腕の中を擦れた通り抜けちゃいます。まず捕まえれません、うちの子たちは。もう一回暴れてしまったらもう終わり、もう諦めます。疲れて、お、はい、疲れて、まあ、終わるのを待ちます。私リハンバイの手伝いあるんやね。そうなんですよ。前のになる。え、でもなんかイベントごと前にホテルなんか嫌やねんな。いや、イベントとか公演の時は自分の家で寝たいっていう。お風呂とかそういうスキンケアとかも全部自分のなんか家でやりたいねんな。だから網は前乗りしません。前乗りもしたことない自分。で間に合うんだよ。頑張れば。え、そうだね。多分電車の人とかが前乗りどうですかみたいな、前乗り行ってる人多いと思うけど、その始発ないとか、あ、車やからさ、大体親も親がおるときは。横浜行きたかった。え、来るのか、行きたかな。でもね、もう終わっちゃった受付が。そう。新聞にさ、新幹線まで間に合うのよ、集合時間に。あやみにやまるくんの方が好きやから、にやまるくんの方が嬉しい。まあどっちも嬉しいんだけど、なんかさ、パッと見にさ分からんやんこれ。なんか自分で書いといてあれやけど、もうちょっと分かりやすくしたらよかったなって思って。うちの猫ちゃんかまてちゃんなので相手にしないと逆に近づいてきます。もううちの子たちのんびりや気分やすぎてやばいな。全然なんか自分から近づいてくるときはたまにあるけど、ちょっと待って、ただいま。ハラミジュが
朝やばいんやない、なんかいつもいつの間にか消えるけど。仕事行ってきます、行ってらっしゃい、頑張ってね。急に声枯れたし女の子ですか。え、男女です猫は。ゴマはバリ甘えてくんねいつも。麦ちゃんは何やろ、もう何もなんかその近づいても逃げないし、あと廊下に寝転んでました、近づいても逃げない、動きもしない、ほんでさってなんか、まあ、たまにこっち来て寝るとかこっち来て寝転がるとかあるけど、豆はマジでどこ行ってもどこ通ってもあの豆に用なくてもずっと逃げる。なんででしょうね。じゃあ理科の宿題を気合で30ページ終わらせたと。なるほど、すごい。あやみはねもうね、あーでも数学30終わらせた、国語のちゃう何だっけ忘れた、あ数学の30と数学の冊子を10くらいかな、まあ半分ぐらい終わらせてやばいんだよね。ちょっと逃げるわけさ、マジでなんかねずっとビビられてる、ビビられてるっていうか豆がビビりすぎるだけなんかな。まださ、なんかまだあれよ、まだあれでことで、あまだ懐いてない、猫ちゃんと次品川先生してくるからなんかふっってしてくるクッてしながらめっちゃ頭あみこうしたらクエッてしてるから、かわいい。なんか30枚か、30枚とプリント30枚と、でも普通に考えてプリント30枚って多いよな、なんでやろ。となんか30ページぐらいある冊子と、うわあと社会もやばいって、うん多分普通は1日1枚消さないやろうな。まあそれはみは何数日でやったよ、もう1日1枚とか絶対無理やって、今からじゃない後で、ま、今後ね、今後あのプリあの答え合わせやって終わり、数学はそのプリントはね。普通に休ませる気ないよねあの量。痛い、よいしょ。いつの間にか部屋に行ってクローゼットからスルッと出てきたらマジでそう知らんとこから出てきたらほんまびっくりするよな。確かに全部の教科がまとめたのページ数になってる、なんか全部の教科一冊にまとめてほしいな、小分けするんじゃなくて。早く夏休みが終わればその分夏休みの宿題自体が減るからさいいんだけどさ、長いんだよ、1ヶ月もいらない。
ちょっと少なくていい。その分他の休みを増やして。なんか多すぎる、逆に飽きる夏休みって。え、そう、なんか長いのはいいねん、その他のな休みより長いのはいいねん。他の休みと同じ期間にしてくれは望んでない。もうちょっとだけ少なくしてほしい。ほんでその分宿題を減らしてほしい。ほんで他にもうちょっと休み増やしてっていう。飽きるねん、もうやることなくて。普通の夏休みは、まあ、でも今回夏休み期間がリハーサルなのはほんまに良かった。マジで勉強ちょっと置いてかれへんかったりせえへんからさ、いつもだいたいさテスト期間とかさ、テスト期間前とかテスト後とかにさ、コンサート期間あるからさ、ちょっとやばいよね、いつもプール行かへんの。もう暑い、家出かたくない、火焼ける、家出たくない、暑い、家出たくない、プール人多い、あー今宿題ない学校、広島来る学校になって、もう転校しようかな。何よ、もう今の学校から転校したいぐらい。まだテストとリハーサル、夏休みなくして週3休みとかになったらどう。うん、でもそう、週3休みは3連休は たまにあるからいいもんなんよな、多分。だから毎日あの学校が4日に1週間4日になったらいつもと変わらん気がするから、多分あやみは最初の方はうわ少ない、よっしゃーってなるねん感覚的に。でもそれに慣れてって絶対なんかいつも通りの感じになっちゃうから、なんか夏休みを3週間ぐらいにしてほしい。1ヶ月もいらない。1週間減らして、ほんでその1週間をどっかの長期休、長期ってか短期かだけども休みにしてほしい。ほんで夏休みの宿題減らしてください。飽きる夏休み、なんかもう最後の方にやると友達と会いたいってなるもん。え、そう、猫ちゃんいるからさ、家全体涼しいからさ、もうそこから出たくないよねって。家でにゃんこと遊んで過ごす夏休み最高。で冬休みはあのあれ、こたつ出して猫と車ってみかん食べる。でハッピーニューイヤー。宿題ない進学の春休みが長いのを聞けば、うん、春休みはそんな長くていいかな。今は夏休み短くなってる時代よ。へえ、まあ夏休み、まあ宿題減らしてください。とりあえず今だね、コンサートもあってチカッパもあるから、スケジュール的にはそんなちょなんかどっか遠いとこ行くは難しいね。まあ日帰りでどっか行くとか行けるかもしれんけど。大学から夏休み2ヶ月近くあと、へえ、なんかすごい、宿題多い？3ヶ月後はあみちゃん誕生日だ。あ、マジやん。え、あれ
雨が14になってから4ヶ月もあるやんって思ってたけど、3ヶ月って聞いたらなんかあんまり長く感じしんな。チカッパ今日の20時から地発です、多分です。堀越じゃない。どっちも出てくる、どっちやこれ、なんて読む、大学は夏休みと春休み2ヶ月ずつで宿題もないんやで、うわいいな。私は社会人やけど夏休み1週間も、おおいいね、長期休みだね。大学生は夏休みバイトしてるよね。あー、ほんでバイトの人とかサークルの人とか学校の人とかと一緒に遊びに行ったりするよな、いいね。いた、大学は夏に今日何とかがあるから授業者を、おっと読めないです、欲しい。ちかっぱ秋葉先生くんか、また雨、雨もちなみに雨です、はい、雨女です。堀越、あ越か、惜しい。洗濯物を干してからね、あみさんは我慢長い場所が何度か見てきました。おお。あみたちが絶対何か披露する夢を見たら、絶対に何も知らない状態でステージに立たされているっていう状況やから、おもろいよな。うん、逆におもろい。あみちゃんさんも、あやみちゃんさん、みちゃんさんも憧れるキャンパスライフ、この前3歳のめいっこちゃんへのプレゼント決めた、おお、結局何でしたん、堀越アイドル活動を理解する学校でした、今は知らんけど、わあ今どうなんやろな、確かに通信制、そうだな、通信とかいろんな学校も増えてるし、はぁ、よちよちよちよし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 、うわかも、あはは、赤白マイクの名前食べた、あれ多分もらったその日に食べた、何ですか、ごめんなさい、足も腰置いて、うん、かわいいです、うちのゴム、うえー、なんかもうダッシュで買ってマイクを、ほんでそのままそのまま渡してもらったから、ラムネもラムネもちゃんと食べられるよみたいな、なあ、何ですか、かわいい、ここの毛並み好き、ここ毛並みがなんか光ってる、綺麗やん、かわいい、いいやん、もう あなた私のこと、かわいいっす、この
イクか、ラムネはもう持ってないけどマイクは持ってますね、まだ。あ、痛い痛い痛い口から行くのはやめて、歯がなんすか、こんな甘えてあ、ははいや、ごめん、いた机に落ちた、どうしたの、なに、なんでちゅか、うん、好きやなあ、あんた私のこと、すごい下から見てくるじゃん。会場、え、握手会の会場近くにジェットコースター、いいな、外出たい。あ、何？ああ、そんなとこで寝ない方がいいよ。滑るよ。はい、ここね。はい、OK。オッケーオッケー。猫って人間の行動予測できるか、犬より賢い、確かに。なんか気まぐれやけど、なんかずる賢いよね、イメージがある。最近カジパスだとアヤミンたちが、うちアヤミンさんたちとの対戦数が激増し、アヤミンがやってるからですね、朝寄り道禁止とかも、寄り道できひん終わったら、そのお渡し会も終わって、お手伝いか、お手伝いも終わってすぐバス乗って帰りますやから、駅までバイバーイやから。ま、何時か、んや、なや、なや、あ何時かなってな、なんか、まったく、あゆみちゃん、朝は絶対、朝っていうかもう配信終わったらすぐやってんねんけどな。あゆも何もしてないや、配信終わってから。あの、カジパするまで。マジ、配信終わりました。ここで配信消えました。はい、プチプチってあ、これ閉じます。カジパ開きました。もう、開始です。マジで何もしてない。ね、え、やめ、いや、やめてせっかく、昨日せっかく対戦できたのに、スクショしようとして現できちゃう、あらあらま、あらま、あるあるよ、波も一回消えたことあるもん、それで。だからいつもその順位出るときにやってる。何回返する、何回返してるやろ、あやみ。こんな豆がもういいやって思うね、かまじ、日によって全然違う。今頑張ってるんです、あの若宮さんの推しランクを上に上げるために。今でも40何番ぐらいまで上がってる。いや、ご心配、あなた対戦したことない、ママとないな。配信終わってコインの CM を一回見てから対戦したら、あゆみちゃんとに2日連続で初戦から対戦できました。おー、すごいね。
なに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 、痛い痛い痛い。笹岡さん、笹岡、うん、笹岡、笹岡と会ったことない、まだ。闇上泣き忖度できないから行く、いかんのかい。いかんくはないやろ。ひどいですもん、むしろ運やもんな、もうあれは見えへんから。自分もさ、最初何配られるか分からへんよ。運じゃない、あれは。ほぼ自分が何引くかによっても変わるし、だから運というのは実に平等なものでございますね。また後でやるので、その時もね、よろしくね。あやみの膝から起きて、あやみの足の横に来ました。手近いかの人もいますね。たまにめちゃくちゃ止まんなかった人おんねんな。あ、珍しいと思った。ごめん、パン食べる。カジパ、夏休みやからメンバーして遅い。確かにいろんな時間できるしね、今学校ないから。加えたカードが全部揃ってすごい上がったことがなかった。悩みは全部は揃ってないけど、残り2枚になって、で自分が引く番で、で引いて、自分が最初から最初一番最初引く人やって、2枚になって引いて、ほんで揃ったからもうすぐ上がったことはある。1回やったら称号がレベルアップするから頑張ります。頑張れ。ひなそば食べたくなった。これちなみにハムです。隠した。なんだよ。で、次カツ。カレーカツ。好きに買った人が退出するから、もしかからかもしれないけど、たまにフリーズ。え、そんなことあるんや。さっきテレビでメロンパン特集してて、早速食べて。いいな。ガリさん全シャッフルされてる。シャッフルさ、なんでするやろな。あれだってさ、まあ、失敗する可能性もあるやん。対面になったらさ、自分の手札、なんか相手の手札分かっても意味ないやんか。
高見つが最強メンバーかも。え、マジでやった。でもね、朝くしといたばっかとかは綺麗なんやけど、どんどん日が経ってきたらね、綺麗じゃなくなっていく。じゃあ今日サラサラ。見えるベジタブル。わかん、見つかったことない、あれすげー使ったことないねんな。さあ、この前そのシャッフルでさ、シャッフル来てめっちゃイテウで弾いたことある。わ、ありがとうって思ったことある。全然波も一応買った、コインだったから一番少ないやつやったかな、買ったよ。カードがいっぱいあってば、あーね、まみあれやわ。カードいっぱいあるときはどれ引いても当たりやすいって考えてるから。あみはそう、そう、正午3人の中で若にゃんをしなみちゃんもる。そう、自分あやみあやみあやみ若にゃんさんやからちんちんさん、まこちさん、ふかちゃん、まっこさんは会ったから直接言えた、直接も言えたね。そう、でもそれ以外は会えてないんです。ピエンピエン。ママいつ、ちょっとこれくるくるしとこ。わ、髪の毛が風に当たって。最初カードもう一度立て3枚ぐらい見事で、あ、おる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 あみはね、ジョーカー持った時、あ、もう言ったな昨日そう、あゆみはたまになんか遊んでるカードでじゃあ待ってる時やな、いつもいつもずっとシャッフル連打してね、もうジョブ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 って。じゃあ、あとそのカードをバラバラに上に上げたりして、ほんで一気にシャッフルでフュッて元に戻るのが好きだからそれたまにやってる。交互にカードを上げ下げして、ほんでかシャッフルでシュッて下げて、ほんでまたやってシュッて下げて、あとはシャッフル連打したりしてやってます。なんかさ、その見えへんやん、相手が何してる、なその他のプレイヤーが何してるか。シャッフルしてるとか、上上げてるとか。でもそう、でもカードギザギザにした時にその
真ん中らへん取られた時に直さなあかんやん、またちょっとやり直さなあかんやん。そういう時になんかシュッてシャッフルをして戻してます。通信不良になった時勝手に札が上がってる。もろ自我が芽生えた。マージャンメインでしてたらメンバーとです。多分みんなマージャンあんまりやってない。だってあみもルール分からへんもん。メンバーとの対戦者だった時にメンバー画像が初期画像すぎて誰か分からない。あやみはあやみのアイコン、あやみのバレンタインのアイコンで、若宮さん一押しで、あやみパラダイスですね。そうメンバーはさもらえるからさ、自分のアカウントじゃなくアイコンと称号あやみパラダイス、キラキラのあやみパラダイスはパラダイスはあやみです。アミミンゼミやかな、アミしかも名前。変えようかなって思ってて、今長いねんな、ちょっとだから何にしようって思って。え、北海道一回でも最初のさ一番さ多い時、カード数が多い時に適当にビって押したら一発で10かねてびっくりした。端っことかじゃないのよ、真ん中の適当にビッて押したら、あジョーカー来ちゃったよねっていう。あやみみんずみええやん。うん、そう、うん、メンバー毎回、そうあやみはやるとき絶対本人登場画面になる。自分やのに、ほんで自分やのにメンバー登場ポイントとかもらえるし。ああよし、オッケー。あの画面いっぱいにメンバーの画像が出された時、かりんさんとかみかん屋さんが初期画像が出てくる。あああれね、過去のメンバー、え、ちょっと待って、このあれか、メンバーの毎回本人登場、あ、これ違う、ガジバも卒業するとか、え、そう過去のメンバーのアーカイブとか見れるからいいけど、そう自分の持ってた過去のメンバー、だからあやみはそのだから渚さんとかもその昔のも持ってない、一期生さんとかもっと昔の先輩さんのやつは持ってないけど、アミが加入した時にいたメンバーさんで今もいないメンバーさんのカードを持ってる。初期先輩ちゃんとリオピタだったけど、アミちゃんと誰だったっけな、アヤミレイニは先輩だったか覚えてんねん。誰しも持ってるか後で見てみよう。アミ毎回本人登場やから、その本人登場ポイントが毎回つくねんな。謎、あ自分なんですなる。それなんかずれひよな、そう本人登場ボーナスがもらえるんです。やったね、ね、ポイントにたまるやん、やっぱ楽天ポイントがどんだけたまるかわからへん。確かにボイスコレクションとかいいな。さあさあさあ、登場もらえないですね、メンバーじゃないんで、ごめんなさいね。むちゃさんとフレンドになったからこういうのたくさん送ってました。あフレンドだったんや、フレンド機能、ああるわ、あゆみたちもメンバーとフレンドやったわ。でも
どんな感じでフレンド申請とかがあんの、みんなには。ええやで、かっこよー、かっけー。みちゃんとタタスタンプ連打するね。波も連打してるよ。いつも連打してるから。や、あのスタンプ押してくれたら同じようなやつを繰り返します、ね。貯めるならララララ楽天ポイント。貯まる使える楽天ポイント。ボイにしたい。うん、Tじゃないんか。対戦した相手にやめるのしてできる。アメたちそんな出てこうへんから、じゃあアメたちは出てこうへんになってんのかな。申請あるよ、長くやってるとフレンドさんどんどんやる。ああ、それ悲しいね。なんかもういっぱい申請しまくっとこう、日頃から。あやみのファンの方に。あ、この人。この人も知ってる。この人ショールームで見てことある人や。しばらくカチパやらなかったフレンド会にされてた。ああ、あらら、2人なんだ。聞いてもダメだったね。あみは、うん、若谷さん、あ、ちょっとかわいい、昔の若谷さんの声ちょっとかわいいってなる。ほら、みんなには多分申請ボタンっていうのが出てくるんやと思うけど、あなたたちそんな出てこうへんねんな。できひんようにされてると思った。メンバーとはもう最初からつながってた。カジュパ開いた時からメンバーいたもん。ショール回信しなんかカチャプしたいね。ああ、確かに。どうしよう。どうにかし、ああ、そうな。ママがおったらな、iPad を使ってたけどな。インドネシア国民からのご挨拶、こんにちは。そう、多分メンバーに申請とメンバーから申請はできひんようになってるんやと思う。やばい、もう楽天ポイントの CM が頭から離れへんくなれちゃった。やばかしい。こんにちは、覚えてません、まだ。ありがとう、覚えた。いつも一回申請もらう。あ、オンオフできるんや、なるほど。あ、そう、ペイペイ。ペイペイ。貯めるなら、ラララ楽天ポイント。あんたなんかワンダフル。リップ遅い。これ使ってる人多いよな。目それたもん。あなたのおでこに置いちゃいます。かわいいかよ。かわいいな、そうやんな、自分かわいい、あ、危ない、かわいいけど危ない、あなた。怖い、安いしな、これ。ほんまに大体面相で作ってる。あれ、楽天ポイント使ってないな。行く用なんじゃリップ大体そう。びっくりした。
林家ペイさんの、お弟子さんが林弟お弟子弟子やんな、ペイさんでした。林あ林とペイっていうさあれが出てきたら通り名しか思いつかないから、夜中に麻雀の方ずっとやってたんだけど勝てなくて、少しあ推しメンランキング少ししか上がれなくて、さあ今も頑張ってあげてるのあれでババ抜きで夏休みラジオテストしてますか？もうね、そういうのはないんですよ、暑すぎて多分ね怪しいな、怪しいな、歩き出てきたパチン、今ちょうど、じゃあもう終わった、今ちょうど映画がね、カツドラが終わりましたね、ちょっと消えるじゃんか、もうやめてよ、しっぽめこのあんましっぽ触っても嫌がらんな、あなたパチとペヤンスペヤング来て、かわいいねあなた、知ってるってか、うん、知ってるって言われました、はい、こっちです、出口はこちらですなんですか、アンビの場所を取らないでください、アンビ見ゼミ、お、ちょっと上がってるじゃん前よりでも一回23まで行ってん、でもね、夜ちょっとせえへんかっただけでな、下がった、なんでそんな夜できないからやめてよ、うふん悲しい、夜あやめができない時間にいつの間にか20位ぐらい下がってた、もう1時間経つのか、じゃあもうさっさとラジオ読みましょうか、はい、猫は逆転ポイント逆転ポイントって知った、あ反応した、あれ逆転ポイントもしかしたらあるんかもしれない、実在するもしかして、よいしょ大丈夫、見まーす、いきまーす、13位、風呂敷さんありがとうございます、12位、デコモチビトさんありがとうございます、11位、ミノチヨシの力虫さんありがとうございます、10位、ロドリゲスさんありがとうございます、9位、佐藤さんありがとうございます、8位、タツニヤさんありがとうございます、7位、ジョーさんありがとうございます、6位、高松さんありがとうございます、5位、ナルさんありがとうございます、4位、テンさんありがとうございます、3位、マサノさんありがとうございます、2位、ケンちゃんありがとうございます、そして1位は柳さんでした、ありがとうございます、ありがとうございます、そう、ちなみに自分の推しメンランキングじゃなくて若宮さんの推しメンランキングです、あ、なんだ、バリ伸びるやんめっちゃ長いな、伸びたらもろ、巻いてこいってきます、いってらっしゃい、
じゃあ、あやみ、そう、時間制限自体はないんだけど、13歳が普通に12時とかにやってるとなんか寝てるし、あやみ普通に待って、何してんのあなた何してんのバカ、かわいいかわいい、はい、ではありがとうございました。何してんの何してんのスライディングお座りした、スライディングお座り、あ、まず覚えて、ごまいちゃん今日どうしたの、なんかかわいいねんけど、おもろい、おもろかわいい、今日スライディングお座りやばいな、今のマジで見てほしかったな、みんなに、ママに見てもらうよ、スライディングオーサリーやばすぎほんまに。柳さんですね、戻ってきたあ、ありがとうございます、アバターも変えてくれた、押せない、あ、押せた、はい、何ですか、スライディングお座り、あ、ちょ、やめて、今書いてる、ダメもう今書いてるでしょ、あ、もうちょっと頭でかいな、あ、頭でかち猫ちゃん可愛いけど、お、こんぐらいかな、いい感じですね、だいぶ、で、リボンがあります、あいう、え、ねえ、あのさNB48 公式のさあの NOW のさ10期生の方の練習動画の最後にあみたち乗ってたのマジでおもろくってんけどびっくりしたてか、そもそも見たらヘッダーがさ、ヘッダーやってきちゃうわ、あのなんか、ゆ、まあ、四つ目で言うサムネのところがさ、あゆみたちになっててびっくりした。ちょっと、はい。はい、じゃーん。しかもめちゃくちゃふざけてるとこ乗ってたし。では、ありがとうございました。今日の1位は柳さんです、ありがとうございます、はい、パチ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 、ありがとうございます、はい、え、ワクワクさんって何ワクワクさんって何、いつものクロレス、あ、ズボンはね、でもあれよ、上の服は初めて着た服やで、はい、ありがとうございました、よいしょ、あー、いや、あ、倒れないで、あなた、あなたが唯一の支えだろう、よしよし、映らない映らないよ、明日はね、いつやろうかな、まあ多分終わってからポストすると思う、明日何時からしますって言うと思う。
さすがに朝はねできないよ。みんなも朝早いからね、みんなも朝早く起きないといけなくなるから、ハミはどっちにしろ早起きしなあかんからいいとして、みんなもね、お客さんも大丈夫だよ。もう大丈夫は知ってるんだけどな、大丈夫さんはもちろんご存知でございます、私も。ではありがとうございました、また明日。明日はあれですね、あれとあれです、あれとあれ、あれは明日は握手会と、まあ、資料渡し会と配信ですね。あとは今からカジュッパします。じゃあまた後でカジュッパで、バイバーイ、バイ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 。明日また言うね、あの、まあ、握手会終わったらまたポストするね、帰ってきそうな時間にやります。バイバイ。